海軍港事件。海軍港事件とは、太平洋戦争、大東亜戦争中の1943年、昭和18年4月18日に、前線を視察中の連合艦隊司令長官山本56、海軍大将の登場機が、アメリカ軍戦闘機に撃され、山本が死亡した事件である。アメリカ側名称は、ベンジェンス作戦。日本海軍は1943年、 昭和18年4月7日から移号作戦を実行し、ソロモン諸島、ニューギニア方面の連合国艦隊に攻撃を加えた。この作戦が一応成功を収めて16日に終了した。この間、山本長官はトラック島の連合艦隊機関、武蔵を離れ移号作戦を直接指揮するため、幕僚を従えてラバウル基地に来ていた。山本はブーゲンビル島、 ショートランド島の前線航空基地の将兵の労をねぎらうため、ラバウルからブーゲンビル島の部員基地を経て、ショートランド島の近くにあるバラレ島基地に赴くよう立てた。当時、その方面は日本海軍の制空圏下にあり、飛来する敵機は高高度から短期で偵察行動をする P-38 程度であり、少しの危機感もなかった。その前線視察計画は、 艦隊司令部から関係方面に打電された。この暗号伝文は米軍に傍受された。日本側は知らなかったが、米軍情報部は当時すでに日本軍の暗号解読に成功しており、この伝文も直ちに解読され、山本の視察の経路と予定時刻は米軍の把握するところとなった。この情報はすぐに、米海軍のチェスターニミッツ太平洋艦隊司令長官に報告された。 ベンジェンス、ベンジェンスイコール報復、復讐真珠湾攻撃を立案した山本への報復という意味が込められている。無能な敵将であれば生かしておく方が味方に利益である。そのため、山本の前線視察の予定をつかんだニミッツは、爆僚と会議を開き、そもそも山本を殺害すべきなのかを検討した。検討の結果、真珠湾攻撃の立案者として、 人望の高い山本が戦死すれば、日本軍の士気が低下すること、山本長官より優れた者が公認となる可能性は、低いことを理由に2、ミつは、山本の殺害を決断し、南太平洋方面軍司令官、ウィリアム・ハルゼーに、山本長官の皇帝を連絡、予備計画の作成を命令した。作戦半径は、非常に、長距離だったが、 ハルゼイは、山本が極めて時間に正確で今回も予定を、神ことを前提に、後続距離の長いガダルカナルの陸軍機、P38 ならば、途中で溶撃が可能と応答してきた。山本のような有名人を殺害することは、日本国内に政治的反動、山本殺害による対米憎悪の増大や、それに伴う戦意の高揚を引き起こす懸念もあり、慎重になる必要があった。 そこで、ニミッツは先に、フランク・ノックス海軍長官とルーズベルト大統領の許可を取った上で、最終的な命令を春勢に下した。山本長官の戦死は、全軍の指揮に大きな影響を与えることが予想されたため、関係者には観光令が敷かれた。5月17日、山本56の後を継いで、連合艦隊司令長官となった小一は、山本の遺骨とに、 戦艦、武蔵でトラック島を出発し、東京湾へ向かった。戦艦、金剛、春菜、空母、費用、従順洋艦、とね、ちくまが護衛に着いた。遺骨が東京に到着した5月21日に、戦死の事実が公表され、6月5日に国葬された。当時の首相だった、東条秀樹は、山本が戦死したとの一報を受け、 国君にしむ攻めの重きかなされど闇なんかてやむえきと読んだ。撃墜の翌日、サンフランシスコ放送は山本長官の名前を出すことなく一式陸上攻撃機撃墜の事実のみを簡単に報じた。米軍は日本軍の暗号解読に成功している事実を日本側に悟られないよう偶然の撃墜であったかのように発表をよそっている。同日に ブーゲンウィル島のカヒリ飛行場を空爆し、山本機への攻撃を一体への攻撃の一部であるかのように見せた。さらにニミッツは部下のハルゼーを通じ、撃墜を命じられた搭乗員たちに対して情報源を沿岸監視員からの情報として伝え、暗号解読の事実を否得している。攻撃を実行したヘンダーソン基地の関係者にも観光令が敷かれ、日本が 山本の戦士を発表した後に、それを解いたものの、一番機を撃墜した登場員については公表しなかった。攻撃隊で一番機を撃墜したと主張した登場員は三人おり、戦闘情報指揮官は、この全員の戦果としたが、後に、うち一人は実際には二番機だったことが判明し、1992年に空軍長官が二人の戦果に訂正する裁定を行っている。 日本海軍は2週間前に暗号表、乱数表を更新したばかりでアメリカに暗号を解読されたという見解を取ることができずその後の日本海軍の連敗へとつながったという説もあったが2008年9月までに秘密解除されたアメリカ軍資料によればこの視察では更新前の古い乱数表を使って山本の日程表を送信していたことが分かっている 1>, 1番機に登場していた山本長官以下11名はブーゲンウィル島内に墜落し全員戦士。2番機に登場していた宇垣参謀長ら3名が負傷したが会場に不人技後救助された。アメリカ軍は一式陸上攻撃機への攻撃を優先させた結果、援護機6機への戦火、悲劇追はゼロであった。山本の先を報じた当時の公式発表では、 山本の遺体の発見状況を、提督は、機上で敵弾を受け、軍刀を手に、大前として戦死しておられたと発表された。軍医の遺体検視記録によると、死因は、戦闘機機銃弾がこめかみ、まなじりともから下顎を貫通したことによるものという、結論が出され、ほぼ即死状態であったと推察されている。しかし山本が登場していた一式陸上攻撃機を、銃撃した。 P-38 戦闘機の機銃は 12.7mm4 お及び 20mm1 門であり、検視記録の事実通りであれば頭半分は吹き飛ぶはずである。こういった疑問点から山本の頭部を撃ち抜いていたのは拳銃弾などの小口径の銃弾であった可能性が否定できず、こういった疑問点から山本受血説第三者による射殺説が論じられる子がある。 山本の遺体を最初に発見した第六師団第二十三連隊の浜砂スナ坂へ陸軍将尉の証言によれば山本長官の遺体は座席と共に放り出されていたそして軍医長が血を張って近寄ろうとして絶命した痕跡を残していたというまた他の遺体が黒焦げでうじ虫による損傷が激しいにもかかわらずこの二名だけは 氏も少なく比較的綺麗な形で残っていた。つまりこれが本当だとするならば、藤毛からしばらくは、両名が生存していたということになる。戦後に、日本人として墜落現場を初めて訪れた阿川博之は、著書、山本56の中で長官機が撃墜された後も、山本56長官の遺体に、うがなくきれいだったことなどから、しばらく存命していたか、 同情していた、軍医長が何がしかの処置をしたのではないか、と述べている。地上から収容に当たった、陸軍第17軍第6師団不評、第23連隊の荷名川近弘軍医注意、後退位。1944年12月1000病死の、検視調所には、遺体に、重創はなかったとの記述が見られる。山本の墜落現場に向かった各部隊の長、 同連隊の浜砂スナ将尉中村見習い士官、海軍佐世保鎮守府第六特別陸戦隊、吉田将尉も同様に山本の顔面には弾丸による傷跡はなかったと証言。が、前述の4士官の後に山本の遺体を正式に死体検分した田淵海軍軍医少佐は顔面に銃弾による傷跡があったと証言している。皆川軍医注意の実定である。 蜷川ちかまさ、医学博士は、山本の遺体には、顔面貫通機重層及び、肺部毛管機重層はなく、座席に座って、救助を待っていたが、全身打撲か、内臓破裂により十九日早朝に死亡しものとの、見解を示している。蜷川によれば、検案記録等にある、顔面貫通機重層及び、肺部毛管機重層は、機上戦士や即死を演出するために死後損傷が、 加えられたとのことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。